ソニー・シネマライン FX サーリー。こんにちは、ゆうけむらです。動画ご視聴いただきありがとうございます。発売から2月ほど経とうとしてるんですかね。 YouTube 的にも開封動画的にももう旬は過ぎてるんですが、僕もゲットしてしまいました。ソニーの FX30 です。大阪のソニーストアで買ったんですけど、クーポンとかね、ポイントとかを使ってだいたい22万円ぐらいで購入することができました。それではサクッと開封します。最近のガジェットのこのパッケージのシンプル感いいですね。 USB ケーブルと保証書とか、お、カタリストですね。いろいろマニュアルがついてます。それでと、しかも、あ、こっちなんか、空ですね。あっちにボディなのか。お、出てきました。あたりはパッケージシンプルで、じゃんと。おお、かっこいいですね。ファインダーもないしね。FX30。無骨でいいですね。ボディのみ購入したんですけども、このバッテリーが嬉しいですね。これは今使っている α7S3 と同じバッテリーで、このバッテリーそこそこお高いんですけど、α7S3 と併用して使えるのは嬉しいです。はい、FX30 を起動してもろもろ設定を終えたんですけども、先ほどまではこちらの α7S3 フルサイズのカメラで撮っていました。僕は APS-C 用のレンズを持ってないので、今 24mm の G マスター F1.4 のやつですね、それを FX30 につけて撮影してます。かなりボケてる、綺麗だなと思うんですけど、今 F4 でこれデフォルトのカラー設定が PP11 なんで S シネトーンなんですね。これをホワイトバランスもね、ちょっと環境に合わせて変更したいんですけども、今4800ケルビン、これを5000、だいたい5300でね撮影していまして、これがオフの状態で3,4,5,6,7,8,9 がないんですけど、10、これが S シネトーンですね。 α7S3 は高感度に強いカメラなので、今この部屋真っ暗の中でライトとね、この前面の LED だけにしてるんですけども、だいたい今これぐらい ISO2500 でS ログで撮影しておりますが、画面上で見てますけどかなり綺麗だな。ちょっとこれどけてみて、娘のおもちゃ借りてきましたけど、おお、いい感じですね。これはいいな。FX3 をね、引き継いだような、このようにボタンがたくさんあっていろんな機能を割り当てられるんですけども、モードとかもね、ソニーらしい動画設定だったり写真の設定だったりっていうのは、これは ZV-1 とかね、この辺りも一緒だと思いますが、メニューは旧 UI ではなくやはり新しい UI で、フレームレートとかもね、タッチもいろいろ感度も良くなってますね。あとは下からこうスワイプすると、こういうね、ピクチャープロファイル変えたりとか、ゼブラ表情をオンにしたりとかですね。
マイクのレベル、今ちょっと間違ってと言いますか、テンション上がりすぎて、この内蔵マイクだけでやってましたけども、こういう設定も簡単に呼び出せますね。レックボタンを押すだけで、まあこういうね、赤枠表示は α7S3 でも表示できたんですけども、このタリーランプとですね、まあこのボタンにもそうですけども、このように前面にも LED が点灯しているので、レコーディングをし忘れたとかね、間違いがまず起こりづらいですね。そしてもちろんバリアングル液晶です。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。FX30 を開封して明るい時間帯と暗い時間で撮影してきました。YouTube に上がっているレビューとか見てると、夜間は厳しいとかね、ノイズが乗って使い物にならないとか言うんですけれども、フィルミックの映像ってね、結構ノイズ乗ってるもの多いじゃないですか、映画とかのね。そういうザラザラっとした、ザラザラ感のある映像が撮れるんですよ。このサイズで。暗所に強いものであれば FX3 とかね、今僕が撮影している α7S3 を使えばいいと思いますので、スペック上の話ではね、語れないカメラですね、これは。ソニーのカメラ ZV-1 とかね、これ小さい Vlog 感もそうなんですけども、内蔵マイクが素晴らしすぎて、演奏の撮影とかインタビュー系じゃなければ、この紙モフモフをつけておけば、もう Vlog とかも完璧ですね。暗くなってからの撮影は、このタムロンのレンズも使ってみたんですが、28mm、200mm なので、APS-C、FX30 で使うことによって、画角はさらに狭くなるといいますか。まあね、玉ボケとかも非常に綺麗でしたし、とはいえですね、昔のキャリアのあるカメラマンさんから言わせるとですね、軽くなったよとは言うんですけども、僕からするとこれも重りなので、やっぱり APS-C 用のレンズ、透視のやつがいいかな。ちょっと探してみたいと思います。寒くなったとはいえですね、4K 撮影したりスローモーション撮ってると、やっぱり α7-4 だとね、熱暴走で止まったんですが、FX30 は優秀で、電池の減りは多少早いかなとは感じたんですけども、止まることなく、まあ、ここに冷却ファンもあってですね、動画撮影には素晴らしい力を発揮してくれていると思います。今、撮影している α7S3 とはまた違った設定になっていて、ピクチャープロファイルがこのように、順番に番号順になってるんですけど、7、8、9がなくなっていて、HLG とかですね、S シネトーンとかあるんですけども、この設定がなくてですね、説明はソニーストアでいろいろ聞いたんですけども、FX3 のようなこのようなメニュー表示がありまして、ここにですね、メイン2っていうところのログオフになってるんですけど、ここにですね、ログ撮影の設定があって、
今回はですね、このシネ EI で撮影してみました。本来はね、こういう Vlog 的な運用ではなくて、スタジオ環境のライティングとかに合わせて、このね、ベース ISO 800と2500があるんですけども、ベース ISO が800ということはもちろん外にね、明るい時間で持ち出すと白飛びしちゃうので、今回撮影した時も ND フィルターを使いました。暗い撮影の時は2500でも結構厳しくて、車が通ったりね、お店とかのライトが近くにある時は綺麗に撮れたんですけども、まあ、あとスタジオワークをして、ポストプロダクションとかでね、編集するときに最高の低ノイズでいい感じのね、映像にするということが、このシネ EI とか、他にもフレキシブル ISO やシネ EI クイック。今回僕が撮影した設定はシネ EI でしたけども、まあ、無理やりログ撮影する必要もなくて、PP11 ですね。S シネトーンとかね、自然な感じで、少しライティングとかするとね、いい雰囲気の映像が簡単に撮ることもできますし、ピクチャープロファイルを使いたくない場合はもちろん、オフにしてね、このナチュラルな感じで、カメラとレンズの組み合わせを楽しむっていうのも面白いですし、これは海外の YouTuber でしたけど、ドリキンさんが言ってたかな、瀬戸康史さんだったかもしれないんですけども、このクリエイティブルックという機能を使って、今スタンダードだったりですね、ナチュラルとかですね、このナチュラルとか結構好きで、僕も GH5 を使っている時に、少し淡い映像を撮りたいなと、これにちょっと色を足したりとか、ログ撮影って本当に難しいので、僕も全然勉強中なんですけど、このね、ビビットとかもいい雰囲気ですし、ちょっとシネマ的なね、こういうモノクロの少し懐かしいような映像といいますか、レトロ感のあるような映像も撮影できますので、このクリエイティブルックと少し PC 側で編集するっていうのも面白いかもしれません。手ブレ補正、フォーカスも素晴らしいですし、何より撮った映像をですね、自分で編集していて、ちょっとニヤニヤしてしまうというか、これ俺が撮ったの?みたいなね、こういう映像が簡単に撮れてしまうのはちょっと怖いカメラではあるんですけれども、これからですね、家族、特に娘の成長の動画をですね、どんどんこれで撮っていきたいと思いますし、YouTube もね、最近止まってますけども、どんどん動画をアップしていきたいと思いますので、これをですね、どんどん使って映像の勉強もね、していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンと僕のチャンネル登録もね、ぜひ登録をお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。ゆうきむやでした。バイバイ。